エコバッグはお持ちですか？はい、持ってます。これもすでにエコバッグなんです。この他に持ってます。どうされますか？いや、しょうがないからコンビニすぐ持ってく、エコバッグ持ってくことになると思いますよ。母親世代から会社勤めの男性まで、来月からのレジ袋有料化で注目されているのがエコバッグです。形も大きさも様々なエコバッグが並んでいるんですが、中でもこちら、この夏にぴったり保冷機能がついたエコバッグもあるんです。札幌市中央区の大丸藤井セントラルにはおよそ100種類のエコバッグがずらり。中でも注目の商品が、ただいま人気のため品切れ中になっているんですけれども、こちらのかなり軽量でコンパクトに畳めるナノバッグという商品が売れ筋の商品となっております。これ話題ですよね。重さ30キロまで耐えられるこちらのエコバッグ、折りたたむと手のひらにすっぽりと収まるサイズになりました。さらに男性にも人気のこの商品、普段はおしゃれなトートバッグとして使うことができて、横にするとお弁当やピザを入れるのにぴったりです。おおよそ倍ぐらいの売り上げが伸びていますね。30代から40代の女性の方が多いかとは思うんですけれども、普段はエコバッグをお買い求めにならないような男性の方や若い方も選ばれている方が多いです。一方、こんなユニークなエコバッグも。高橋アナが見つめるその先にはモナリザ。これは面白いですね。そうですね、画材を扱っているのでミニチュアにちなんで絵画好きの方も手に取られる方が多いです。名画が描かれたエコバッグは画材を扱う大丸藤井セントラルならでは。ムンクですか？そうですね。わー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 、中もムンク柄です。これは目立てますね。そうですね、かなり注目を集めることができる商品だと思います。